ドゥロスフォス、ドゥロス、フォス、デュロスフォスは蒸気貨物船として建造され、後に客船、さらにディーゼルエンジンを搭載したクルーズ客船、洋上書店に改装された船。一時期世界最古の検疫船であった。1913年8月28日、マロリースチームシップの貨物船として、ニューポートニューズ造船所、関ドック会社に、鋼鉄製貨物船として発注された。1914年1月21日起工。1914年8月22日、テキサス州のからメディナと命名され、浸水、9月29日に就航した。1916年には、マッツォニアスチームナビに移籍。第一次世界大戦の勃発後は、陸軍の補給を担う輸送船として、アメリカ合衆国海軍により運用された。戦後、1922年には、重要燃料とするように改装された。マロリースチームシップの1932年のクライドスティームシップとの合併、さらに1934年のニューヨーク&ポルトリコスチームシップ、ニューヨーク&ポートリコスティームシップとの合併によって、その船団の移籍となった。第二次世界大戦では、アメリカ合衆国沿岸警備隊に属して、海軍の輸送船として運用された。前方に3インチ砲、後方に Mk12 5インチ砲を甲板上に搭載し、20mm 機関砲を船橋両舷に備えた。1943年7月21日、カナダ海軍のコルベットと衝突。ザパスは大破し、10月まで修理に費やすことになった。1948年、パナマでナビエラ・サン・ミゲル、ネイビーラ・サン・ミゲルとして登記しているイタリアのジーナビタが取得し、ローマと改名。翌年客船として改装された。1950年はカトリック教会の聖年であることからそれに備えての取得であり、アメリカ合衆国からローマへ向かう巡礼者が乗客となった。しかし、改装費の負担を解消するには至らず、ドイツからオーストラリアへ向けて移民船としての運用が行われた。この航海自体は成功したが、ほどなく財務状況の悪化により、オーナー会社が倒産した。改装費の支払いが完了していなかったローマは、1952年4月競売にかけられることになった。1952年5月、唯一の応札者であった、イタリアのリーネ C が5億7000万リラで取得した。取得後、機関を4200馬力のフィアット製、ディーゼルエンジンに改装され、フランカ C と改名した。大西洋を横断し、南アメリカ大陸とヨーロッパを結ぶオーシャンライナーとして運航された。1957年にはファンネルを改修し、後部デッキを一層増設した。1959年、大西洋航路から撤退し地中海、黒海沿岸、後にカリブ海のクルーズへ運用が変更された。これに際して、後部マストを撤去して、プールを設けるなどの改装を行うことで、定員552人のクルーズ客船となった。これは最初期のクルーズ客船の一つとみなし得るものであった。1963年には、建造地のバージニアに再塗装のために寄港している。さらに、1968年にはクルーズを短期間で提供する航空券とクルーズを組み合わせたプランに投入された。これも、また、同種のパッケージとしては最初期のものであった。1970年には機関を再度交換、さらに特等相当の船室にモノクラス化することで定員を350人に減ずる改装がなされた。運航は地中海が中心となり、1977年まで運航された。1977年夏、最後の地中海クルーズ運航を行った後、船舶解体業者に売却される見込みとなっていた。1977年夏の航海では、新たな船を船体に加える可能性を探るため、キリスト教系の宣教団体 OM の調査員が乗船していた。さらなる航海に耐えうると判断され、1977年11月4日、老朽化したフランカ C を OM 傘下のドイツの団体、グテビューカー FRR が取得した。当初は、ジェノバ、ついでブレーメンに開港してギリシア語で従者を意味する、ドゥロスと改名、船籍はマルタに変更され、修理、改装が行われた。クルーズ客船時代のプールを撤去して、後部甲板に屋根を設けて、書店としたほか、カジノと一部船室から事務室、会議室等への改装が行われた後、1978年6月3日に就航した。洋上書店として運航され、各地に寄港したが、その間の1993年に電気設備を更新する大規模な改装が行われた。ケープタウンで7ヶ月を要した改装により、旧式の直流発電機から交流に更新、空調、湯沸かし用のボイラー、70km に及ぶ配線も取り替えられた。1995年より3年を費やして、防火設備を更新した。これは、SOLAS 条約の防火基準に準じて、スプリンクラーと、その配管、火災報知器の装備、壁面に使用されていた木材を難燃性の素材に交換するいった作業であった。その後も船体の状況は良好であったが、2010年に発行する改定内容に対応するには1000万ユーロが必要と見込まれ、より新型のロゴスホープに資金を投入する決断が下された。乗員からは2010年9月までの運航が望まれていたものの、2009年12月31日の退役が決まった。2009年10月7日シンガポールに寄港。ビボシティにて行われた12月15日から26日の公開をもってその運用を終えた。ドゥロスは解体業者への売却も検討されていたが、売却期限と考えられていた3月に買い手が現れ解体の危機を免れることになった。ドゥロスはケッペル港から35人の乗員によって開港され、ジュロン島に係留された。2010年3月18日、シンガポールのエリックソーに約200万ドルで売却され、ドゥロスフォスと改名された。計画では500万ドルでリノベーションを行い、博物館船、レストラン、ホテル等の施設として運用される見通しであった。2013年9月9日シンガポールを立ち、インドネシアのバタム島へ栄光された。この時点での計画では、ビンカン島に2500万ドルで建設されるリゾートの一角を占める計画となっている。設備としては、陸揚げした上で2014年8月より、客室60室のホテル、レストラン、博物館等を兼ねる構想となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。